皆さんこんにちは。今日の動画は日本へ行くためにパッキングを今やってる途中なんですけど、もう多分この動画が上がってる頃には日本にいるんじゃないかなと思います。で、私が今回どんな服をチョイスしたかをお見せしていきたいと思います。まずいつも使ってるのがこの無印のポーチですね。で、今ここに入ってるのが普段着っていうか、まあハクとミフと遊ぶときは本当にもう動きやすい格好なので、中に入ってるのはジュージューとかスウェットですねとかが入ってます。で、こっちに入ってるのがお仕事用です。あとはここに入ってるのが靴下で、ここはねもう全部下着だったりとか入れてるんですけど、超パンパンに入っててちょっと見せるの恥ずかしいぐらいなんですけど、ハングできるようになっております。便利なものたちですね。あとこちらがスニーカーと、靴はね2足持っていこうと思ってます。これがボッテガの靴ですね。はい、機内の中に持ち込むものですね。マスクとか、あとはこういう、そうソフィスタンスのこのちっちゃいやつがすごい使えると思って、あとウカのハンドサニタイザーとか、あと日焼け止めクリーム、外に出る時の日焼け止めクリーム、コンタクトリップなどが入ってます。はい、というわけで今からどんなものを選んだか、どんなものを着ていくことにしたかをご紹介したいと思います。まず1個目がこちらです。これはドリスバンノッテンのパンツにジュージューのニットのここまで下まであるですやつですね。水着みたいになってるやつにシャインのなんかクロップのトップスみたいな感じで、これすごく可愛くて、これで、ね、こんな感じに上げても着れる。これがまず一つ目です。あとね、正直すっごい迷ってるのがこのトップスです。どうかな、すごい迷ってます。持っていくのか持っていかないのかを。可愛いよね。でもね、持っていこうかなやっぱり、うん。で、次に考えてるのがこのジャコムスのセットアップです。可愛いよね。そう、結構真冬でも着れるかなと思って、結構ここまで空いてるから寒いかなとは思ったんですけど、どうかな、いけるかなと思って一応持っていこうと思います。次がこちらです。ここがね、シースルーになってるセットアップですね。セットアップ、こんな感じ、見えるかな、可愛いかなと思ってます。キャロルで買ったクロークっていうブランドです。合ってるかな、合ってると言えば。で、最後がロエベ、ロエベなの、ロエベです。買ったのエクスンデンでバタバタと買ったんです。可愛いよね、ちょっと上に乗って、あ、ここよく見えるじゃん。え、これすればとか可愛いよね。で、最後がジャコムスのドレスです。あ、ドレスです。こんな感じです。ということで、これを今から全部パッキングしていきたいと思います。メガネも持っていきます。なんかちょっとメイクする時間のない時とかに結構便利なので、まずアーレムのメガネ、可愛いよねこれ。ここのね、線がお気に入りです。クリアメガネがすごい大好きで、ジェントルモンスターのクリアメガネ、これも好き。ちょっとこう何、キャットアイみたいな形になってるのが好きです。で、ちょっとなんかクラシックな形なんだけど強さがあって、結構フラットなんですよね。そこがまた強くて可愛いかなと思う。これも縁がゴールドかな。で、最後これ私もほんとずっと前から使ってるんですけど、夫が買って私が使ってる、もうつけてるのかつけてないのかわかんない、本当に完全にクリアなんですよね。これを持ってきます。あと、こういうクリアなポーチの中にこういう洗面道具みたいなのを入れてます。主にモイスティーヌを持っていこうと思ってます。